この全てが終わったら今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者？秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ、では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凍結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めてるからもう少し我慢して。その魔弾から純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置をコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。固まった風球を砕くと加速の輪を作れるんだ。これほどの数の魔弾の中で少し難しいのはわかるけど、これしか方法がないことを分かってくれ。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。狙いは首の汚れた血の塊だよ。終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。汚れた血の塊だよ。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろ。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。あ、そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか。今回の任務は衛星とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。後片付け？
モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あー、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。バーバラ堂々登場。私は準備マジックス。私はスクロー。
教練員からもらった優秀学者賞。体を動かすのは久しぶり。あなたの仕事じゃないのに、あなたみたいな献身的その騎士団への。立っているだけじゃ退屈だな。ついに来た、危機よ、災難よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった若者よ。さあ、冒険者協会流災が集結した、
風魔竜よ、なぜもう少し耐えてくれなかった。我々の出番がまだだというのに。ありがとうな。流災の影響でいくつもお酒を飲めない日。あ、あれが四風守護の一柱トアリン様だったなんて不幸中の幸いですが、私たちと遠く今回はセピロス騎士団がいてくる。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか。はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か。ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。俺が？いやいや、逆だ。他の者が何を企んでいるのか考えようと思ってな。で、頭ん中を整理したくて静かな場所を探してたんだ。ほーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとって、もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを、真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。それにお前たちが風流廃墟で激し城内に不審者がいた。モンドの城内にか。ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、だから城に残っていた俺はアビス教団の神、あの手この手で情報を、その情報っていうのが、そいつらアビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具と、あの手この手って、どんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に。まあ、情報共有はここまでにしておこう。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まあ、あの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって、天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。よっと。
こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当にフーマリオと戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。も、持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え？その…いやー、天空のライアーだー。バルバダス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。わからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎、おい逃げるな。ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊詩人。統率を諦めたモンドの神、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、こんな患者は初めて。彼はこれが普通だ。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけどジンが
ジン団長が行かせてやってくれって言うか。確かウェンディは前にあの木の下で傷、風神と風立ちの地のつながりが理由だろうな。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂い。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。幻神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。ああ、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ？そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。待って、風を捕まえる異邦人。ありがたく使っておくれ。僕にダンディライオン酒をおごってくれたらなおさらいいけど、旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、助行、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね、ずっと同じ場所にはとどまらないよ。さっきも言ったように、神の目の所有者はこの世界で幻神と呼ばれ、神の心はより上位の元素制御中枢で七神の座を象徴するものだよ。ごめんね、僕も
七神のうちの誰が君の妹をさらったか知らないんだ。あ、そういえば僕も七神の一柱としてまだ自分の容疑を晴らせていない。確かに僕たちいいコンビだったね。そうだ、君が妹を見つけたら新しい四風守護になってみない？ん？お前なんだか興味がないみたいだな。吟遊野郎、四風守護になれば人からうまいお供え物がもらえるって言うなら僕に聞きたいことがあったら今聞いておくっちゃ。早くリーユエに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。よし。君たちも噂話なんかに興味があるとは。確かにうちに来ている客はその話題で持ちきりだ。流行の話題というより都市伝説みたいなも俺が聞こうとしな。おい、怖い話じゃないよな。ちょっと待ってくれ。心の準備をするから。怖いということは別にないが、まあ闇夜の英雄とよ。おい君たち、人の話を聞く気があるのか？さっきなんか言ったか？だから闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、正直に言うとまあ酔っ払って暴れるお客さんの大喜んで歓迎するな。その答えを知るのは彼のみだな。単にミステリアスな感じを好んそっちの方がモテるか。酒場でよく見ると。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみ。闇夜の英雄か。どこにでもあるような話だけど、ただなんというか少し影があるような。一体どんな人なんだろうな。時間があったら広場で話を聞いてみようぜ。はっ。
私と親友。闇夜の英雄はね、この私よ。あら、闇夜の英雄のことが聞きたいの？ごめん、冗談よ、本気にしないで。はあ。私が本当に言いたかった似た方、育成層の夜、マーガレットってそんなにすごい。いえ、持ってるものだけが英雄が出てくる物語の奥も。そんなことないわよ。ほとんど同じ意味だろう。そうだ、縄文の衛兵に聞いてみてはどう？遅番の人なら何か目撃しているかもしれないわよ。はっ、君たちもやん。おお、早速あったな。闇夜の英雄って一体誰なんだ？まあそう焦らないでくれ。あの夜見回り中、そしたら何者かだから。おい、衛兵なんだろ。その瞬間、そのものがまとう黒い服はその悪人たちにとってそ、おへー。そして俺はどうしたと思う？悪いことをしてない俺がどうして逃げるんだ。だが現場から離れたのはだから俺は騎士団の寮へと確認。ああ、あの者のように正義感があり見ず、けどそれは俺、寮を確認したけど誰一人。じゃあ騎士団の人じゃないってことか？そうなるね。しかしあの者の実力なら、結局お前も闇夜の英雄の正体がわからないのか。そう落ち込む。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。もっと安くできない？浮気なんかしちゃダメなのに。なあ、闇夜の英雄について聞きたいんだけど。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい、少しぼ、まさか顔に出てたとか。もうどうしよう、ディルック様に見られたら誤解されちゃう。あ、今ディルックの旦那のことを言ったか？え、わかりました。こうなったら洗いざらい喋ります。もともと私が慕っているのはディルック様お一人ですが、あの夜闇夜の英雄に救われてから自分の。じゃあ闇夜の英雄を見たんだな。実はあの時覚えてるのは心が安らぐような炎の光となぜか見覚えのある後ろ姿だけ。そうかもしれません。言われてみるとあれは炎元素の神の目だったかも。周りの闇を
一気に照らすほどでしたので。わかった、情報ありがとう。これまでの情報をまとめると、セピロス騎士ではない、神の目を持つお金持ち。うわー、オイラには見当もつかない。ここまで調べたんだから、やっぱこの目で確かめたいよな。夜の城内でも歩いてみるか。運が良ければそいつと会えるかもしれない。年だから耳が遠いのじゃ。